待たせたな、星野源です。久しぶりです、生放送。このスタジオに来たの久しぶりじゃない。いつも収録用のね、スタジオにいましたけれども、この何ヶ月だろうか ?2 ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらい生放送をね、やっていなくて、ミウ404というドラマ、私主演させていただいております。もう大反響をいただいてまして、本当にありがとうございます。そのドラマもね、撮影もあるので、生放送はちょっとこう、ちょっと、ご遠慮というかなんというか、我慢させていただいて、収録してね。で、またなんかいつかやりましょうということで、なぜ今日、生放送かというと、スペシャルウィークっていうのよくね、ラジオであるじゃないですか。なんかこう、まあ、言ってしまえば聴取率調査週間なんですけど、テレビだとさ、いつもね、毎日、視聴率って出るでしょ?ラジオだと2ヶ月に1回ぐらいなんだっけ ?1 日だけなんですよね。で、それの日に、すごいよね。それの日に総力を上げて聞いてもらおうっていう、その総力を上げて聞いてもらおうがスペシャルウィークということで、なんかすごいゲストの人とかね、なんか呼んだりとか、なんかいろんな企画やったりとかっていうのがいつもラジオのね、恒例だったわけですけれども、この間、この当番組のディレクター野上くん、須田くんのオールナイトニッポンのディレクターでもおなじみ。そして先日なんだっけ なんかネットニュースに出てたね。そうそうそう。カリスマだったんでしょ、はい、あの人。大学、どこの大学だったっけ慶応大学な、出身なんですよね。慶応大学。すごいよね。だから本当に頭いい。で、慶応大学出身で、その中で芸人さんとしてね、もうなんか活動もしてて、なんかチャンピオンとかになったりとかしてて。決勝まで。はい、すごい経歴の持ち主野上くん。今日せっかく野上クイズないのにね。そう、野上クイズないのに、結局野上くんの話をしちゃってるんだけど、そう、野上くんがね、前に、いや、今度実はスペシャルウィークが、まあ、久々にありますと。で、その中で、実は、二週ちょっとスペシャルウィークみたいな感じでやりたいんですって、スペシャルな感じでって言って。あ、じゃあなんか二週にわたってこうそういう調査みたいなのあるんだろうなって思ってて、で、それで、あ、じゃあいいじゃんなんつって、じゃあいろんなゲストを呼ばせていただきましょうつって、で、まあ、後ほど、まあ、じっくりお話ししますけども、今日のゲストは、米津玄師君ということで、もうスペシャルゲストですね。で、その来週が、ミュー404のプロデューサーの新井さん、そして脚本の野木さん、そして演出監督の塚原さん、この3人が来てくださいまして、その来週の方は YouTube ライブもね、同時に映像の方もこう生でこう放送するんだけど、2週生放送なんつって、よく聞いたら今日は特に調査週間じゃないんだよね。だからそのスペシャルウィークも、その野上くんの中だけのスペシャルウィークだったということが割と早々に発覚しまして、そういうわけでもない。一応全体スペシャルウィークではあるの?ないし、うん。でもなんかその、目打ってはない、ないってことだよね。うん、だから本当に野上くんの中だけの、でも、このね、2週スペシャルウィークっていうことで、よし、ジャック、米津くんにお願いしてみよう、なんつって。そしたらこう、快諾いただけてね。今日は米津くんのファンの方も聞いてくださっているでしょうから。ぜひ、二人の、なんか音楽の話とかね、まあ、ミューの話もあると思いますけど、特に音楽の話をじっくりできたらな、なんて思っております。今日も3時まで生放送よろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン。どうも、改めましてこんばんは、星野源です。2ヶ月ぶり、だいたいおよそ2ヶ月ぶりの生放送で、久々の生放送を祝ってか、今日 AD 2代目 AD 熊さんが来てくれて、熊さん久しぶりナインティナインさんのオールナイトニッポンディレクターもされておりますね。2ヶ月前は体重122キロでしたが、今は測ってないけど増えてる。測っててほしい、そこは測ってて欲しかった。そうですか。ちょっと知りたいよね、やっぱりトピックスとしていつも聞いてたから。で、ちょっとやっぱ大きくなりすぎてることにみんな一度心配真似してるので、そこはちょっと測っといて、また今度教えてください。ただ本当にでかくなっている、ベイマックス感が
増えてますね。うん、ちょっと喜んでて今可愛かったですけど、ベイマックスであることでね。うん、そうね、クマさんなんで久しぶりで嬉しいです、会えて、ね。そんな、さあ今週金曜ドラマ見る読まれの最終回ね、あとちょっとです、最終回まで、今夜はそんな見る読まれの主題歌やってくださってます米津玄師くんが来てくれます。この後すぐ来てくれますね。今夜もあなたから番組を聞いての感想、そして本日のゲスト米津玄師くんのへの質問やメッセージもお待ちしております。アドレスは gen@allnetnippon.com gen@allnetnippon.com まで、懸命に感想、質問、メッセージと書いてお送りください。さあ今日は久々の生放送ということで、なんだかテンションが上がってしまいまして、テンションが上がる曲をちょっと1曲目に打ち込もうということで、この曲をお送りしたいと思います。座禅ボーイズで半透明少女関係。お送りしたのは、座禅ボーイズで半透明少女関係でした。ラジオネーム、タイマイ。お願いです。野上クイズをください。僕らはもう野上クイズなしじゃ一週間を乗り切れないのです。嘘でしょ？野上依存。ちょっと生まれてきてますね。埼玉県、17歳。ラジオネーム、ジュリちゃん。ゲンさん、野上くんのツイッターのユーザーネーム、大輝慶応ですよ。めっちゃアピールしてます。アピールしまくってるじゃないですか。だってそうなの？すごいね。ちなみに学科はどこだったの？工学部政治学科。工学部政治学科。すごい、頭いいんですね。すごいですね。アピールしちゃってますね。これはでも耳寄り情報ありがとうございました。眠り棒です。でもみんな眠り棒ではあるんですけどね。うんうん。みんなにあげます。もうスペシャル放送ということでね。さあ、ここでお知らせです。今週金曜日は、ミウ404最終回を迎えますが、来週の星野源のオールネットニッポンはゲストにこちらの皆さんをお迎えします。ミウ404脚本家の野木亜紀子さん、演出の塚原愛子さん、プロデューサーの新井淳子さんです。金曜ドラマ『ミウ404』を作り上げた皆さん、脚本の野木さん、プロデューサーの新井さん、演出の塚原さん、3人が生で登場します。たっぷり『ミウ404』のお話をお伺いしてね、まあ、みんなワイワイやりたいと思います。もうね、まだまだね、作業中でございますから、ちょっととんでもない最終回になってるっていうのは私が保証いたします。なのでぜひリアルタイムで見てください。これはあの、まあ、毎回結構『ミウ404』特にリアルタイムで見てねっていう、まあ、演出というか物語の運びだったりすることも多いですけど、特にリアルタイムで見てほしい、まあ、仕掛けというか物語上の仕掛けがあったりもしますのでね、ぜひリアルタイムで見ていただきたいと思いつつ、そして翌週、来週の火曜日の星野源のオンエアと日本はですね、この3人と一緒に僕もワイワイと打ち上げのような気分でお送りしたいと思います。なおこの放送は YouTube でスタジオの様子を同時生配信、動画配信したいと思いますのでお楽しみに。質問などもお待ちしております。 gen@allnetnippon.com まで、懸命に〇〇さんへの質問などね、などなど書いてお送りください。よろしくお願いします。さあこの後米津玄師くん登場でございます。今日も3時までよろしくお願いします。星野源のオールネットニッポン、この番組はワンカップ大関、UACJ、楽天カード、JX 金属、キャンメイク東京、サミー、ブルボン、エイブル、種の滝、日本大学、日本電気ガラス、太陽生命、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。星野源のオールナイトニッポンではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは gen@allnetnippon.com
gen@allnightnippon.com。 番組ホームページではスタジオの様子の写真や現在募集しているコーナーなども載っています。ぜひチェックしてください。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、星野源のオールナイトニッポン。さあ、星野源のオールナイトニッポンをお送りしております。ここからはスペシャルなゲストにご登場していただきましょう。米津玄師くんです。よろしくお願いします。どうですか、生放送。いや、生放送は何回経っても慣れないですね。緊張しますね。でもさっきちょっとこう楽屋というか打ち合わせの場所で話した時は結構こうリラックスしてる感じがあって、はいはいはい、あ、よかったと思ったんで、はいはい、やっぱちょっとこうスタジオ来るとちょっと緊張感、いざね、ちょっとうぐってなるところがありますね。まあでものんびり話そうよ。もうなんか二人きりでこうやって話すのってほぼ初めて、ね、初めてですね。なんか最初に一番最初会わせてもらったのがその去年の年末に、うん、その菅田将暉と3人で、うんうん、それも楽しかったですね。ね、菅田くんから連絡があって、はい、今何してますかみたいな、はい、で米津くんと一緒にいるんですけどみたいなので、あ、行く行くって言って話楽しかったな。でなんかスポッチャに行く話っていつ出たんだっけか忘れててあのねラジオですね。そのゲンさんと須田くんがラジオで、そうそうそう、でなんで俺の名前が出たのかっていうのはちょっとあれなんですけど、ね、でも、うんうんうん、このスポッチャっていうワードが強すぎてそれをなんか未だに俺ちょっと面白いんですよね。そう、面白いよね。俺スポッチャ行ったことなくて。俺もないです。二人ともないけど、うん、行こうねって言ってるんだよね。そう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 。この間ミュー読まれよの特別番組みたいな感じで、はい、ゴー君と3人でこうトークの番組の時も終わった後に米津君がスポッチャ行きましょうねって言ってくれた。あ、そうそうそうみたいな。スポッチャの話あったと思って、行こう行こうって。なんかね、なんか謎に覚えてるワードが。そうだよね。須田君の方のラジオにこの間出演してたじゃないですか、はいはいはい、でその時になんかキャンプ行こうみたいな話になったんでしょ。なりましたね。それもいいよね。なんかキャンプもすごい行きたい、うん、そうですね。行く時が果たして本当に来るんだろうかってちょっとこう世の中的にもね、みんなでワイワイは難しいと思うからちょっと時間かかると思うけど、うん、ね、でもいつかなんかスポッチャも含め行きたいね、うん、ぜひ行きたいです、うん、フリースロー対決したいです。そう、それ LINE でくれたけど俺負ける自信がすごいあるんだよ。俺も別にそんな上手いわけでもないですけど、なんかやりたいその対決やろうね、うんうん、なんか須田くんが昨日のラジオでこう俺の番組だけに来てくれるんじゃなかったのかって嫉妬してたって話を聞いたんだけど、知ってますね。だから、うん、そう、それをなんかね聞いて、なんだろうな、その忘れてないよっていうことを示すために今日、うん、もらった、その、須田くんにもらった。そう、オールナイトニッポンの、うんうんうん、その須田くんの制服みたいな、うんうん、なんかやつ、うんうんうん、オフィシャルパジャマ。オフィシャルパジャマ。そう、うんうん、オフィシャルパジャマを今日上下で着てきて。すごい、すごい素敵。そう、なんか着心地よくてすごいいいんですよね。うんうん、だから須田くんのラジオの時は、ミューヨンマリオンで、僕が T シャツを2種類作って、はいはいはい、その黒と白があって、はいはい、なんかそれを着てくれたんですか。そうですね。どっちを着てくれた。黒いやつ。うんうんうん。あ、違う、白いやつ。白い方。はい。ポリマルが書いてある。そう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 。あれを着て。そうそう、嬉しい。それ今さっき聞いてすごい嬉しかった。そうそうそう。その時はだから源さんの着て、うん、今日は菅田将暉の着てくれっていう。お互いのラジオに。そう。あ、そう、一個今それで思い出したのが、感電のミュージックビデオが、はいはい、4基礎というか、あれだね、4基礎のある、まあ、場所のスタジオではなくて、あれは本当なんかビルの建物なんだけど、うん、その地下に駐車場があって、うん、そこで撮影をしてたんでね。そうなんですよね。本当にたまたまだったらしくって、うんうんうん、もうなんかいろいろ探してても
そこしかないみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、なんか後々実はそれがミグでも使ってるところらしくてっていう、うんうん、それもすごいよね、うん、なんかたまたまが重なるなっていう現場でした、うんうん、感電の時は。それでそこで米津くんがわざわざすごいいい人だなと思ったのがその撮影来ました、撮影があのミグの撮影も頑張ってくださいねっていう置き手紙をオフトゴークに残してくれてて、でそこに僕のところにはなんかお疲れ様ですみたいなメッセージと、はいはい、米津くんが書いたポリマルが横にもうそっとちゃんと持って帰って大事に大事にこうファイルに入れて置いてます。ポリマルね、可愛くて、うん、可愛いよね、うん、ポリマルのなんかあのアプリあるじゃないですか、なんかあなんかこう会話できるみたいな AI と、うん、あれもダウンロードしていや会話して俺ダウンロードしてなかったしようあれ会話できるの？会話ね、なんか合成音で喋ってくれるんですけど、うん、あ喋ってもくれるんだ。でなんか米津玄師剣士って入れたら、うんうん、その関連の映像あのミュージックビデオとかポンってやってくれたりとか、あなんかそれいい、ね、いいなと思って、うんうん、ちょっと後で早速だと思いますあじゃあちょっとじゃあいい流れなので、はい、関連の話をちょっと、はいはいはい、僕最初関連を聞いたのが現場で、ゴー君からかな、ゴー君からなんかちょっと、ミックスしたてぐらいのやつを聞かせてもらって、この曲って前もちょっと話したかもしれないけど脚本を読んで書いたんだよね。そうですね、うん、2話分だけ最初2話だけあったよね、はい、それで結構詩の世界もやっぱりミユの中からインスパイアされて書いたもんだね。そうですね、もうミユ本当そこに、全部、なんだろうな、うん、あの、のしかかるというか、なんかうまいことはわかんないですけど、うんうん、あの2話を見て、どうしたもんかなと思いながら、うんうん、でもそのやっぱ一番最初に目についたのはその、いぶきと島のそのデコボココンビというか、うんうんうん、そのバディ感みたいなのがすごく美しかったんで、うんうんうん、それをなんか一曲通して、自分なりに、表現できないかなっていうのからつ、うんうんうん、ああいう曲になりましたね、うんうんうん、最初がサブタイトルじゃなくて仮タイトルが犬のおまわりさんっていうのがすごい感動したのが最高じゃんと思ってすごいね、なんか、あるいはそれはものすごく面白いんじゃないかなと思ったんですけど、うん、面白い、そっちも面白いし関連もいい、すっごいいいタイトルだと思うし、そっから関連にやっぱり変えようって思ったのはなんか理由があったの？やっぱまあ犬のおまわりさんってそもそも音楽ですからねそれを、うん、音楽をまた音楽にするってちょっとそういう曲がもともとあるからね。そう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 、それはちょっと曲タイトルとしてオマジソリでそのまますぎるっていう、ね、うん、そう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 、だからゲンさんはそのね、うん、ドラえもんってやったりしたじゃないですか。 うん、あれとか俺すげえいいなと思ったんですけど。ありがとう、あ嬉しい。そうね、うん、でもやっぱ曲から曲がちょっとちょっと裏技、確かに、うん、確かにそうだね、アウトなんじゃないかなと思って、うんうん、変えましたね、感じ。なんか方法として全部なんだろう、漢字にしたりとかカタカナにちょっと変えたりとか、はいはいはい、あとはアルファベットにしたりとかいろいろあるけど、うん、それでもそのままかもね。なんていうか音楽から音楽っていうのがやっぱちょっとハードルが高いのか、うんうん、ドラえもんもあのアルファベットにするか全部、はいはいはい、でも元々のいわゆるドラがカタカナでひらがなにするかをすごい迷って、うん、でもどうせだったらまんまにっていうのが一番なんかこう痛快だなと思って、うん、もうバーンとこうインパクトありますよね、うん、そうだからお願いしたらでも藤子プロの皆さんが OK してくれて、うん、すごい嬉しかったな。いやすごい、うん、すごいいいと思います、ああいうのはあのドラマでなんか印象に残ってるはい、シーンとかある？ああドラマすごいいろいろありますけど、俺はあの、うん、その源さんのシーンで言うなら、うん、あの4話の、うんうん、その一回その銃口突きつけられるとこあるじゃないですか。あれをこう、うんうん、こうやって持って、あれが俺すごい好きですね。ああ嬉しい、うんうん、すごいやっぱ源さんのこの鋭い切れ長の目がこう
相手を見据えながらこうガッて持ってる、うんうんうん、その後ろでめちゃくちゃ緩い音楽流れてるってそう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 メロンパンのメロンパンの歌ね。あの感じは結構ひりついてよかったですね。俺、うんうん、すごい好きなシーンです、ね。ああ嬉しい。うん、あのメロンパンの歌って最初メロンパン社になって、うん、でメロンパンの話で雑談をみんなでしてた時に。なんかメロンパンの歌とかあったらいいですねって言ったの。はいはいはい、で、それで、それ面白いね、なんていう話をしてたら、うん、なんかその4話の中で、こう歌が流れるとか言って、あ、歌が流れるって書いてあると思って、うん、なんかそれはすごい嬉しくて、でしかもそのやっぱあのシーンに、あの歌が流れるっていうのが、やっぱなんかただメロンパンの歌があるだけじゃなくて、うん、やっぱそのシーンとしてちゃんとこう、これ面白いなっていうアイディアをこう持って書かれてるのがいいなと思って、うん、すごいいいバランスでしたねあれは、うん、片やこう真逆なものが一つのところにねそうそう死が目の前にある男とメロンパンを売りたいっていう、ね、ああいうのはねグッときます ね, そ, ねだ そ, その感じがそのあの曲に犬のおまわりさんってタイトルをつけるってなんかその、はいはいはい、こうなんかセンスとなんかちょっとこう、うんそやっぱそういうの好きなんだね、ミューズくんみたいな。そうですね。今聞いて、あ、なるほどって、ちょっと思った、うん。ありがとうございます。いや、こちらこそ。ありがとうございます。じゃあちょっと、今日はじっくりあの、音楽の話をこの後、したいと思っていて、僕が好きなユーズくんの曲の話をしたりとか、はい、なんかその、はたまたその逆とか、うん、で、あとはユーズくんに聴いてほしい音楽とか、ちょっと紹介し合ったりとかね、したいなと思っているんですが、うんうんうんその前にもう今散々お話をさせていただいた曲をやっぱり聴きたいということで、はい、ミユーマリオの主題歌ちょっと聴きたいと思います、うん、ちょっとじゃあ曲紹介をお願いしてもいいですか、はいミユーマリオの主題歌の、はい米津玄師で感電どうぞお送りしたのは本日のゲスト米津玄師くんの感電でした。曲中にちょっと感電の話をしたけど、これはもう僕ら二人だけの話にさせていただきます。そうですね。すまんね。いい話聞けた。うん、ラジオネームガグビ。スポッチャなんですが、セグウェイとローラースケートに乗れるとこですよ。あ、セグウェイ乗れるって。セグウェイ乗れるんですか？そう、みたい。マジっすか？セグウェイ俺ライブでよく乗ってって、この間製造中止だっけ？なんかニュースですごいショックだったんだけど。乗れるんね。セグウェイ乗ったことないですね。セグウェイはすごい面白いよ。面白いですか？すっごい面白いし、すっごい速い。体重で、わーっていけて。ちょっとセグウェイ乗ってる米津くん見たい。熊本県、嬉し涙じゃじゃ丸。米津さんと源さんとでバブルサッカー対決してほしいです。バブルサッカーってなんだ？はいはいはい、知ってる？なんか、あのね、被るやつっすよね。でっかい。ああ、あれか、うん、ドンみたいな。ぶつかるやつだ。うん、あれ楽しそうですよね。楽しそうだね、あれ。あれ俺一回やってみたいんですよ。やろう、やろう。やろう、やろう。それ二人でやろう。最高だね。二人でストイックに、ダブルサッカー。それはおもろいですね。うん。ちょっとスラ君にはなんか、審判的なのいいね。あ、これもいいね。足立区、ラジオネーム、テンガリオン。僕のスポッチャのおすすめアミューズメントはポケバイです。ポケバイなんて小さいバイクにまたがってレースするとマジで思います。そんなのあるんだ。いや、なんかスポッチャだからスポーツなのかなって思ってたけど、まあスポーツかでも、レースも。なんかいろいろあるんだね、そんないろいろあるんですね。なんか漠然と行きましょう言ってたけど、ね、結構いろいろあるんですね。そうだね。ありがとう、耳寄り情報。ラジオネームもろもろこしこし。3人でバーベキューに行くならやはり須田さんに火起こしを押し付けますか？そういう話がになったの？いや、そういうわけでもないの。ただこの人の印象がもろもろこしこし。須田君うまそうだね、火起こす。まあね、うん、火起こし、まあ、一番年下でもありますしね。確かにやっとけみたいな。ちょっとやっといてくれ、やっといてくれと。そう、須田くんなんか嫉妬みたいな、俺の番組だけじゃないのかって言ってたけど、ミューの撮影でね、まあ、ずっと一緒だ、なんだけど、はい、その、俺は嬉しいって言ってた。その、やっぱ、なんつうの？こう、ラジオ的にはそう言うけど、
オフの俺には米津くんがそうやっていろんなところに出ていくのを見てるのは本当に嬉しい。そんなこと言ってたんですか。すごい嬉しい、ワクワクするって言って嬉しいって言って、いやいいですね。そうなの。多分それを薄田くんはあんまり言ってほしくないかもしれない。ラジオ的には多分あんまり言ってほしくない。俺はなんかその人の印象に奥行きをつけるのが好きで、そうなんか、そうだから薄田くんにもう喜んで、ね、喜んで、まあ、うん、いろんな歌歌ってて最近、菅田将暉は、うん、いろんな人とねコラボいっぱいするようになったじゃないですか、ね、それは俺もそれなりに嬉しいですね、うん、ああいろんな人とやってるのが、うんうんうん、もしかしたらなんかまあそれの一助になれたのかなっていう感じは、そうかそうか、わかんないですけどね全然それは、うんうん、いいね、菅田君聞いてるかな今。聞いたら連絡ちょうだい。この後も米津くんにもうしばらくお付き合いいただいていろんなお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポンをお送りしております、今日のスペシャルゲストは米津玄師くんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、リスナーのみんなからたくさんメールが届いてまして、うん、愛知県アイアイパラソル、感電最高ですね。子供が朝のアラームにセットしていますが寝起きがめっちゃいいです、うん、子供曰くイントロがめっちゃいいそうです。へー、イントロ好き、ありがたいですね。朝の寝起きのアラームとかにするとでも嫌いになったりしないですかね。そう、なんか強制的に起きなきゃみたいな。仕事通勤のあれはちょっと嫌いになる確率高いからね。でも子供だから大丈夫じゃないかな、まだ、うん、ワクワクの子なんじゃない、うん、ちょっと嫌な記憶が嫌なね、そう刷り込まれるのちょっと辛いよね。わかる。あのデゲデゲテテって最初からあったの、あれって。なんかこう、アレンジをしていく上で、あれ曲の中に組み込まれてるじゃない、そのサビの前に、てげれれてってっていう、それを頭に持ってこようみたいな。ああ、どうだったかな。でも最初、一番最初にそれを持ってきたいっていうのが、うん、まず初めだったような気がしますね。でどうだったかな。まあ、あんま覚えてないですけど、ね、それをまあ、うんうん、サビンの前にも持ってこようみたいな感じだった気はしますね。面白い。ありがとうございます。米津くんに質問がちょっと山ほど届いてまして、はい。読んでいきたいと思います。三重県ラジオネームめぐみ。毎日暑い日が続いてますが、好きな飲み物は何ですか？私は仕事終わりに麦茶を一気飲みするのが好きです。好きな飲み物。好きな飲み物。あのね、俺は、お酒が好きですね。うん、ね、あ、お酒ね、好きなんだよね。お酒はもうだいぶ、毎日。うん。なんか、自粛期間中って一切飲んでなかったんですけど。そうなんだ。そう、ずっと。家でもでも飲むんだよね。家でも飲んでたんですけど、うん、でもなんか、全く飲む気にならなくて。へぇ、ね、3ヶ月、4ヶ月くらいずっと飲んでなかったんですけど、最近は、もう、元通りですね、うんうんうん。お酒の種類っていうかはなんかあるの？その好きな。俺はウイスキーがすごく好きで、うんうん、で結構あんま酔っても飲んでもあんま酔わないタイプなんで、うん、こう一気にこう、うん、ガッとなるようなのが好きですね。じゃあロックとかストレートとか。ロックで、うんうん、ガッと飲んで、気持ちよくなるっていう。昨日も6時ぐらいまで飲んでて。朝。いいね。いいね。楽しいですね。ありがとう。じゃあ続いて、北海道ラジオネームキャラメルパパ。米津さんがニコニコ動画に曲を投稿しようと思ったきっかけは何ですか？ニコニコ動画。ニコニコ動画には、うん、実は、ハチっていう名前の前からやってるんですよ。あ、
そうなんだ、ね。それは高校生の時に、あ、まあ、ハチって名前でしたけど、うんうん、そのボーカロイドの前っていうか、あ、うんうん、その自分で歌ったのを高校生の時に上げてて。そっちが最初だったの。そうそうそう。へぇ。で、やっぱ、こう、まあ、DTM、そのディスクトップミュージックで、うん、曲を自分たち、自分一人で作ってるものを、世に出す場所が全くなくって、うんうんうん、その、人に聞かす、友達に聞かす、うんうん、まあいろいろあるけれども、そういうものがあんまりなかったから、うんうん、で誰かに聞いてもらいたいもらいたいって強く思ってたんで、うんうんうん、したら、まあニコニコ動画っていうのは、うんうん、これはものすごい、めちゃくちゃいいんじゃないか、うんうんうん、それがアップしたらいいんじゃないかっていうのから始まりましたね。ね、でも当時はまだ自分のオリジナル曲をそういう動画サイトに投稿するっていう文化がほとんどなくって、うん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 、ねえ、周り見渡してもほとんどいなかったんで、ね、で今はそれがね、ごく当たり前なことになってるのが、すごく感慨深かったりはしますね。うんうんうん、YouTube もその頃もいろいろやあったとは思うけど、うん、あんまりよりなかったかもしれないね。なんか僕ニコニコ動画はベータの頃から見てて、ああ本当ですか、投稿は全くしてなくてただ見る専門だったんだけど、はい、すごい好きで、なんかやっぱり文化を形成してたよね。うん、なんだろう、日本のその音楽もそうだし、うん、動画っていう部分での、うん、すごい閉鎖された大きな島っていう独特な文化でしたよね。それは俺は長いことその中にいたんで、そのあんま客観視できてなかったんですけど、そこからちょっと離れた時に、あ、こんなとこだったんだと思って、すごくこうへえと思いましたけどね。特殊な場所だよね。だからこそなんかいろんな面白いものが生まれてたなっていう感じが、そうですね、しますね。なるほど。じゃあ続いて、富山県朝。源さんにとってのマイケル・ジャクソンや細野晴臣さんのように、米津さんにとってこの音楽や人に出会ってなかったら今の自分はないなと思うルーツなんですか？あ、これは本当に決まっていて、うん、そのバンプ・オブ・チキンの、うんうん、藤原元夫さんですね、はい、ね、うん、それで会ったのが多分小学校、高学年から中学校頭くらいだったと思うんですけど、うん、その当時インターネットでそのフラッシュアニメっていうのが流行ってて、うんうんうん、でそれがバンプ・オブ・チキンの曲が勝手に使われてたんですよ、うん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 、でそれをアニメーションにして、で、うん、結構いっぱいあったね、そういうの、うん、いろんな人が人気になってたんですけど、うんうん、それで初めて見て、へー、あー、なんかこう音楽ってこんなに、いいもんなんだなというか、でまたなんかやっぱ自分のことを歌ってくれてるような気がしたし、だからあれととか言ったらあれだけど、その彼と出会ってないと、うんうんうん、多分今の自分っていうのは絶対存在しないだろうなっていうのは本当に強く思いますね。その音楽体験があってから自分でも作るようになったってこと？そのちょっと後っていうか、そうですね、うん、本当に彼に影響を受けて、うん、自分で曲作ろうと思ったし、バンドやろうとか思ってたんですけど、うん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 、でもまあバンドはいかんせん向いてなくって、そっかそっか、そうそう、ね、うんうん、ちょっと諦めちゃったんですけど、うん、でもまあそういうものがなければ今の自分は本当にないだろうなっていうのう思いますね。はあ、やっぱでも小学生高学年ぐらいなんだね、中学頭ぐらいか。なるほどね。でもそれ動画がきっかけっていうのもなんかすごいいい ね、うん、ね、そうですね。だからニコニコ動画に投稿するのも結構必然的な部分があるのかなとは、ね、思いますね。面白い、うん、じゃあちょっと本当はお互いの好きな曲の話しようと思ったけど CM 行った方がいい？先に、じゃあ先に CM を行って、この後お互いの好きな曲の話をちょっとしたいと思います。日本中でビビ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 
電波をつなげ全国の女子たちが俺のマイク握る妄想深夜の解放くだらないと星とののみんなもっとバカになれそのお耳を2時間だけ貸せ赤よ深夜は俺に手伝せ NIPPONHOSHINO 日本放送キーステーションでやってる一体一体星野源のオールナイトニッポン今夜は米津玄師君とお送りしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。メール届いてます。神奈川県、ラジオネーム永遠の虹。僕が学校で感電を流したら、好きな女の子に、あ、それ感電だ。私知ってると話しかけられました。米津さん、本当にありがとうございます。いい話だ。いい話。いいなぁ、そういうの。役に立ってんなありがたいね。それは。ね、これ、こういうの嬉しいね。うん。なんか、ライブに行ったのがきっかけで結婚しましたみたいなのも、なんか嬉しいです。たまにあるんだけど。そうそう。いいですね。ライブで終わった後にプロポーズみたいな。うん。やっぱなんかそういうのあるんだなと思って。あ、あと、スポッチャ情報がめちゃくちゃある。茨城県、ベルトは走るよ、どこまでも。スポッチャは、帰る際に UFO キャッチャーのタダ券が一人一枚もらえるので、それをゲームセンターで消費するまでがスポッチャの楽しみ方です。そうなんだ。続々とスポッチャ。いろいろ情報が。今日でめちゃくちゃ詳しくなった、ね。すごい詳しくなった。熊本県16歳桃太郎。スポッチャのおすすめ、釣り堀です。釣りまであるの釣りまであるんですかマジで本当の魚っすかなんじゃないかな地味ですが、たくさん動いた後にキンキンに冷えたジュースを飲みながら釣りをするのがとても落ち着いて楽しいです。だって楽しそう。マジ？逆に何がないんだろう。そういう感じっすよね。確かに確かに。逆に何がないんだろう。いや、思いつかないでないものが。そんな不思議な風かなと思ってなかった。そうだね。釣りまであるんだ。すげえ。スポッチャー、ちょっと、興味ができた。ガゼン、行きたいね。ちょっと、これからもぜひ、スポッチャー情報をお待ちしておりますので、ね。さあ、ここからは、お互いの作品で、好きな曲について、一曲ずつかけていきたいと思います。はい。なんかちょっとね、あ、ポッとした気持ちになりますけどね。はい、なんかちょっとこう、褒め合うみたいな感じに。そういうのもね、うん、ちょっとなかなかやっぱり、こういう場でないとなかなかね、まあ、ゆっくりね、話せないなと思う。せっかくなんでと思って。じゃあまず僕から、ちょっと米津くんの曲の話をしたいんですけど、はい、ちょっと僕がかけたいのはですね、春雷です。ああ。ブートレック。はいはいはい。今回出た、ストレイシープの前のアルバム、はいはいはい、ブートレックの中にある、春雷っていう曲をちょっとかけたくて、うん、で僕何が好きかっていうと、A メロがすごい好きで、あ、でイントロからの A メロがすごい好きで、うん、僕はイントロを、あ、じゃあ A メロを、なんだろう、魅力的にかける人って。うん、本物だなと思っていて、で、A メロをいわゆるサビみたいに作るとか、メロディアスにすごい曲芸にするとかって、なんか究極やろうと思えばとか努力すれば誰でもできる方向なんだけど、A メロを A メロとして、その魅力的に聴かせる。で、A メロってやっぱり聴いた瞬間に一番最初に入ってくる歌だったりするから、そこで一発目でガンって掴まれる曲って大体名曲だなと思ってて。うん、で、米津の曲でそういう曲いっぱいあるけど、なんか特に印象に残ってるのがこの春雷っていう曲で。すごい嬉しいですね。いや、すごい、なんて言えばいいんだろう。その、アルバムが出てから、プロモーション、ミュージックビデオを作ったでしょ、はいはいはい、これって確か。はい、だからなんか、好きなのかなとか思って、その、アルバムの中でこれを、いわゆるこう、どうしても日本の、音楽マーケットのやり方だと、うん、例えば、
タイアップがついてる曲とかシングルになった曲がどうしてもミュージックビデオになることが多くて、うん、で、アルバム出てからミュージックビデオカットみたいなのってすごい、まあ最近はちょっと増えてきたけど、うん、ウドレックの頃ってまだそんなになかったとは思うから、うんうん、それをなんかするにはなんか理由あるのかなっていうのをちょっと聞きたかった。いや、本当に、気に入ってたんですよね。ああ、やっぱりそうなんだ。結構まあ、ああ、クリティカルにいいものができたなっていう感覚すごくあって。で、やっぱね、その表題曲ではないから、うん、その、人から聞かれる、ね、その人の目に触れにくいところにあるっていうのが、うんうん、ああ、ちょっとこれは、ああ、もったいないって言うとあれですけど。わかる、そういうの。わかる。なんかちょっと映像、俺本当は、でもアルバムの曲全部映像つけたい。いや、わかる。それもわかる。でも曲一曲作るたびに、うん、いや、これはちょっと映像つけようみたいな。うん、これシングルの曲だなとか思ったりするんですけど。でも、まあね、現実的に無理であるっていうのがね、歯がゆいですね。僕この間、セームスイングっていう EP を出して、はいはい、あれは EP だったから全部できたの。なので全部やろうとそれは思って。はいはい、曲少なかったからできたんだけどね、うん、アルバムだとやっぱどうしてもね、うん、できないよね。俺だから毎回言うんですよ、それをあのスタッフに、うん、あ、やりたいって曲を作るたびに、うん、いや、これちょっとやりたいんだけどって、うん、毎回言うから、うん、こいつまたかと思われてるでも米津くんでもダメなんだっていうか、うん、実現なかなかできないと、うん、まあね、まあ、時間もかかるしね、まあ、かかるし、まあ、やろうと思えば実現することもできるのかもしんないですけど、うん、まあ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 、それありきっていうか、そのプロジェクトにはなるよね。もともともう全部そうやるために曲も前もってこうスケジューリングして、うん、あの作るみたいに なっちゃいそうだもんね。だいつかやりたいですね、アルバム全部なんか映像ついてて、うんうん、ね、それは楽しみだな、性のあるものみたいな、うん、だからなんかそういう映像にしたっていうのもやっぱなんかそう、さっき言ったクリティカルなって感じっていうのがすごいわかるっていうか、うん、なんかなんて言えばいいんだろう、あのシングルに対する思いというか、うん、例えばタイアップに対する思いって、この間対談の時にもう聞いたから、はいはい、なんていうかすごくやっぱりそこに対してあのもう本当に正面から向き合ってて、うん、であとはそのアルバムを作る時とか、あとは、シングルのカップリングだったりとか、でそういう時にできる音楽の種類と、うん、タイアップと向き合った曲の種類ってやっぱどうしても変わってくるとは思う、はいはいはい、うん、でその中で、なんだろう、たまにそのなんだろう、カーンっていうシーンをバコーンって食ったみたいな、はいはいはい、なんかそういうのができる時っていうのが、うん、なんか僕にもあって、はいはい、それってやっぱビデオにしたくなるっていうか、なんか、ね、すごいわかるんだよね。なんかね、映像になって、で、やっぱそういう、俺は、結構音楽作ってると、その、うん、映像描写というか、その風景描写があるものが多いんで、そういうものが、あ、自分の思った通り映像になったら、これほど気持ちいいことないだろうな、っていうのは。うん、思うんですけどね。だから根津君もこう映像が頭の中に浮かびながら詩を書いたりする？俺は結構そっちの方が多いですね、うん、やっぱもともと絵を描く方が先だったんで、そうだよね、で漫画家になりたくって、うんうんうん、その物語に対する憧れっていうのがすごくあるんで、うんうんうん、そういう意味で多分俺は、なんだろうな、それこそそのドラマの、主題歌とか、うん、そういうのを作るのが多分俺はすごく得意なんだろうなっていうのは思ったりもして、うん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 、だ映像から、それを音楽にするっていうのは、うんうんうん、なるほどね、うん、結構ありますね、うん、春雷もすごいやっぱりこう詩を読んでるだけでこう物語がこう浮かんでくるっていうか、ラブストーリー、うんうん、なんかそれも好きですね。それがあの曲調にこうなってっていうのも、じゃあそれをちょっとじゃあ流したいと思います。米津玄師で春雷。お送りしたのは、僕が好きな米津くんの曲
春来でございました。いやー嬉しいでございます。いや嬉しいですね、本当嬉しい言葉が。よかったです、うん、じゃあちょっと 逆にというか、はい、米津くん側からのちょっと曲を教えてもらってもいいでしょうか。はい、俺は結構いろいろあるにはあるんですよ。なんか今回その一曲選ばなきゃならないっていうので、うんうんうん、でどうしようかなと思ったんですけど、うん、で実は一回その菅田将暉さんに会った時に去年の年末、うん、チラッと話をしたんですけど、うん、その時って何だったっけ。これなんだっけ、晒し者が、うわ、そうそうそう、すごく好きだっていう話をして、うんうん、で俺はまあ曲もものすごくいいし、うん、で何より俺は言葉がすごくぐっと突き刺さってくる感じがあって、うんうんうん、中でもそのちょっともしかしたらセンテンスが違うかもしれないですけど、うん、この輝きは僕のじゃなくて、世の光映してるだけで、うん、で身の丈じゃないプライドを、君にあげる受け取って捨てといて、うん、捨てといて、うん、あれが俺すごいキラーワード、キラーワードっつうか、うん、いいなあっていうね、嬉しい、すごく同じことを思うんですよ。それは源さんと全く同じかどうかわからないし、うんうんうん、あるいはちょっと違うところもあるかもしれないですけど、なんかこうね、まあ俺もそのポップソングの人間としてある程度大きくなってきて、うん、その中でこうまあいろんなねことは感じますね、うんうん、そうだよね、すごくこうありがたいなと思う部分もすごくいっぱいあるし、うん、やってきてよかったなと思う部分もあるけれども、かたや、ああ、これは、一体どういう現象なんだろうなっていう、懐疑的になるというか、うん、ちょっと冷めた、視点でいる自分っていうのも一緒にあって、で、そういうものを、あの歌詞に何かまた、感じた、俺も同じようなことを感じたから、だからこれは俺のことを歌ってくれてるのかなみたいな風に思ったりもするくらい、やっぱぐっさり刺さりましたね、あの曲は。だから、まあ、晒し者。でもいろいろあるんですよ、その、うん、俺地獄でなぜ悪いとかもすごく好きで。嬉しい。あれはおそらくその源さんがその病気なさったっていうのは一つ大きな、うんうん、そうだね。であれ映画の主題歌でもあって自分が出てた、はいはい、でも歌詞は全然映画と関係なくて、うん、でもそれもドラえもんの時と同じように、うん、作品と同じタイトルの曲にしたいなってだけ思ってて、うんうん、だから地獄みたいなワードだけがあって、うん、でその時に、まあ、ちょうど、まあ、その倒れるみたいなのがあった後だった、うんうん、だから、でその定期検査があって一回手術して、はいはい、でその定期検査一回治ったんだけど、定期検査何回かしてる中で定検査入院っていうのがあって、うんうん、でずっと詞が書けなくて、はいはい、でその検査入院をしてる病室のベッドの上で、うん、あって思いついてガーって歌詞書いて、うん、でその検査入院明けで、レコーディング歌して、でその歌を入れた後にその検査入院した時の検査で再発が発覚して、でまたお休みしばらくするんだけど、だからすごいこうなんか因果っていうか、でも、うん、そう、あの曲はそういうものも踏まえた上で作られたっていうのはすごくよくわかるなと思うんですけど、すごいなんかこう空騒ぎ的な音じゃないですか、あのトラック的には。でそれでこうパーパーパーつって、うんうんうん、軽快に始まっていって、その歌い出し一番最初の言葉が病室これはすごいこれはすごいこれはすごいガッツポーズ、そうそうそう、なんかそれは本当すごいことだなっていう。で歌詞は本当にシリアスな歌詞じゃないですか、うんうんうん、で それはだから、あるいは一番最初に話してたように、そのものすごくシリアスなシーンで裏でこう、うん、メロンパンの歌が流れていくみたいな、そういうどっかこうアンビバレントなものが一つの作品の中にこう共存しているっていうのは、うんうん、すごくこうグッとくる俺の個人的都合ポイントなんですね。だから
あとクレイジークレイジーとかも好きだし、うんうんうん、いろいろあげようと思って。嬉しい。だから、うんうん、で、まあ、そうですね、さらし物っていうのは、うん、ね、最新の元の源さんっていうのもあるし、うんうん、その、ちょっとゆったりしたその後ろ乗りの感じとか、うんうんうん、ああいうのが、本当に素晴らしいなと思って、選ばさせてもらいました。なんかさらし物は、やっぱりこう、世の中で、なんて言えばいいんだろうな、こう、表に出る人、まあ、例えば表現をする人とか、うん、まあ、いわゆる、まあ、さらされている人っていうんですかね、うん、そういう人から反響が結構、友達とか、うん、やっぱこういう仕事をしている人からがすごい多くて、自分もやっぱそういう、なんだろう、世の中に出て行っていろんな人に聞いてもらって、その数がガーって増えていくごとに本当に感謝の気持ちがすごくあって、うん、でもその感謝の気持ちがいっぱいあるのに、それをかき消されるほどの、なんだろう、不毛な状態っていうのかな、うん、不毛な視線だったり言葉みたいなのに、うん、自分がどんどん侵されていくみたいな感覚にどんどんなっていった時期があって、うん、でその時期ってなんていうか、それを表に出せなかったんだよね全然。でそこがやっとちょっと自分でクリアできるような気持ちになっていて、でそれでしばらくしてポピュリストアルバムを作って、うん、その後に一旦こうセムシング の EP ってもともと自主制作でやろうと思ってて、いわゆるフリーダウンロードみたいなのでやろうと思ってた、うん、それぐらいなんかインディーズなノリでやろうと思ってたから、うん、いろんな意味でこう解放されてて、はい、だからなんかその曲をちゃんとなんか作品に昇華できる、その思いをなんか昇華できるんじゃないかなと思って、うん、だからなんかなんだろうな、そういう気持ちでこう歌詞は書いて、うん、でそれでパンピー君となんか一応話しながらワイワイ言いながら作ってるのもすごい楽しかったし、うん、っていう曲ですね。それによっていろいろ浄化される部分っていうのはやっぱ、うん、あったんですか？そうだね、なんかなんだろうな、なんて言えばいいんだろう、それをまあ、トラックだったり、あとはまあ人と一緒にフューチャリングでやるっていうのも、うん、もうほとんど初めてぐらいだったから、やっぱりなんかやったことないこととか、うん、変わっていくことっていうんですかね、うん、なんか自分が今までやってきたことからまた未知の領域に一歩踏み出すっていうことが自分のセラピーになるんだなっていう。ああ、すごくよくわかります、うん、自分を救うことになるんだなっていう、うん、でそれこそ上下なぜ悪いの時で歌詞で書いたけど、はい、ただ地獄を進む者が悲しい記憶に勝つっていうのは本当その気持ちで書いたけど、うん、なんかその言葉に今後押しされてる感じっていうのは、やっぱりそうだよねってすごい思う、うん、あそこもいいですね、ただ仕事を進む、うん、なんかね、すごいこんなに、ポジティブなメッセージはないなっていう感じがしますね、うんうんうん、なんかあるいはすごく、あの曲言葉だけ取ってみると、うん、ネガティブな風にも映るようなものがあるかもしれないけども、うんうんうん、だからこそこう、そのね、一つのワードっていうのが、うん、ポジティブに働くっていう、うんうんうん、そういう、一つの、こう、なんつったらいいんだろう、構造、うん、構造ね、うんうん。そういうものを、ものすごく深く、源さんっていうのは根ざして持ってる人だなっていうふうに、嬉しい。なんか感じますね、曲聴いてると。ありがてえ。じゃあちょっとその曲を。はい。聴いていただきたいので、なんか紹介してもらってもいいですか、はい、じゃあ曲振りを、はい、星野源で、星野源でさらし物フューチャリングパンピー。お送りしたのは米津くんが選んでくれた曲、星野源でさらし物フューチャリングパンピーでした。
源のオールナイトニッポン。スポッチャー情報です。埼玉県雪の降る日。スポッチャーですが、入り口のところにロデオマシンがあります。マジで。ロデオまであるの。いよいよ何がないんだろう。でも、そうだね。ロデオマシン。すごい。どこもそうなんですかね。どのスポッチャーもそうなんですかね。確かに、どこのスポッチャーもあったら。東京だけとかじゃなくて。そうだね。うん、ちょっとじゃあ。ロデオ乗ってるようですかみたいな。グイングイン言いながらなんか。いやー、ありがとうございます。やってみたいな。面白い。ちょっと質問、ちょっと読めてなかったんで、ちょっと読みたいと思います。宮崎県、マリー・イラム。お互いの楽曲の中でカバーしてみたい曲、またはカラオケで歌いたい曲があれば教えてください。わあ、カバーしてみたい。なんだろうちょっと今一日に一回は感電を歌ってるんで鼻歌で感電は歌いたい。ああ、俺はどれだろう、パッと今浮かんだのはあの化け物、うん、あ、聞きて俺すげえ歌って歌ってて気持ちいいというか、うんうんうん、俺メロディーが、あの曲のメロディーがめちゃくちゃ好きなんですよね。そのサビの終わりのところの感じとか、こう、結構まあ、こう、複雑なになったりする部分とかが、うんうん、こう、俺のそのツボポイントとすごい近いところがあって、うんうんうん、なんか、ね、あ、嬉しい、やってみたいかもしれない。ちょっと、いつか。お願いします。カラオケもいい、うん、スポッチャーでカラオケはあるのかな。ああ、いやもうあるでしょ。さすがにあるでしょ。あるやっぱある。あるんだ。あ、じゃあそれもいいね。うん、だからちょっとカバーも聞きたい。あ、じゃあちょっとなんかプライベート的なラジオネーム、メディノウール。これがあると落ち着くなって思うものは何ですか。これがあると落ち着く。なんだろうな、なんかあります、源さん。今結構ポリマルのぬいぐるみをもらって、あ、それ結構目に入るとあーってなります、ね、なる、なんかホッとするっていうか、かわいいわ。ぬいぐるみ結構好きかも。マジっすか。うん、あ、うちも今今ってかぬいぐるみ作ってるんで、今度作ってるんだ。へえ、はい、欲しいっていうか買います。一緒に猫ちゃんっていう、うんうんうん、うちの事務所の猫がいるんですけど、うんうんうん、それのぬいぐるみ作ってて、わ、いいね、それプレゼントします。ありがとう。なんかなんだろう、なんかあるかな、落ち着く落ち着く。落ち着くってでも、なかなか。むずいなぁ。でもなんか、YouTube とか見てると、落ち着くかな、うん、あ、何にも考えずに、ほんと、ぼーっと、生産性の全くない時間を過ごすっていうのは、すごく落ち着く瞬間かもしれないですね、うんうん、それは。前見たやつとか見るタイプ？ああ、見ます。あれなんで見ちゃうんだろうね、俺ね。見ちゃうんだよな。めっちゃ、なんか、ずっと同じの見たりしますね。何回も見てるんだけどっていう。うん、俺もうマジ、ハンターハンター、俺多分、日本で一番読んでると思います。ああ、漫画の方を。漫画、はい。何回も読むんだ。何回も読んでて、とんでもないくらいの、うんうんうん、読みすぎて曲の歌詞にも使ったりしちゃったんですけど。いやでもそういうのあるね、うんうん、じゃあちょっとこっからは今一番聴きたい曲、はい、なんかそれをお互いにちょっと選曲してかけたいと思います、はい、じゃあ米津くんの方からちょっとお願いします。俺はなんかまあいろいろ今聴きたい曲ってなんだろうと思って考えたんですけど、うん、トッド・ラングレンの、うん、Believe in Me っていう曲なんですけど、うん、これがすごいなんか好きなんですよね。トッド・ラングレンが確か20代前半くらいの頃の曲で、全部自分で演奏してるんですよね。で、それでミックスまでやったのかな。で、なんかピアノを基調としたゆったりした、うん、
優しい曲なんですけど、うん、なんかその感じがねすごく好きなんですよね。で全部自分でやってて、うん、音像で言うとまあすごくなんかこうハンドメイド感がある、うん、感じではあるんですけど、それも含めてなんかこう、ちょっとこう疲れてる時とかに聞くとすごい癒されるんですよね。癒されるこれかもしれない。あ、トットラングレン。トットラングレン。そういうなんかね、ちょっとしたなんかシンパシーを感じたりもしたりね。それは曲の曲もそうとか曲とか曲歌詞とか人間性とかかな。なんかまあ全然違う人だと思いますけど、なんか。ね、その20代前半で全部自分でやってるっていうのも俺の一番最初のアルバムと被る部分もあったりして、ね、この曲はすごく今聴きたい曲かもしれないですね、うん、じゃあちょっと曲紹介をはいお願いします、はい、トット・ラングレンで Believe in Me。 最高じゃないかいやいいですね、すごいいい曲だね、うん、大好きなんですよね。これはもう早速買います。なんかなんだろう、音像も含めて、うん、曲メロディーもそうだし、うん、楽器の感じもそうだし、本当にいい曲だね。すげえ、なんかいいな。ちょっと知らなかったんで、ちょっとじっくりちょっと聞いてみる。はい、ありがとう。いやいや、なんか僕が選んだのはちょっと違うんだけど、ちょっとだけ曲調がなんか通ずるものがあるなと思った、うん、はい、でなんか米津くんに聴いてもらいたい曲っていうテーマだと勘違いしてて、あでそれで、でもなんかでもなんだろうと思ってパッと思いついたのがこれで、なんで思いついたのかがよく分かんなくて、うん、でさっきジャケット見ながら思ってたんだけど、うん、そのこの吉田美奈子さんの扉の冬っていう曲なんだけど、70年代かな、多分70年代ぐらいだと思うんだけど、うん、あのジャケがの顔のアップなんだけど、はい、それが今の米津くんのアーシャにちょっと似てるんで、多分それでパッとなんかジャケがパッと出てきた、似てるわけじゃない、なんか顔の角度が似てるってだけなんだけど、はい、あとなんか質感がちょっと似てるのもあって、なんかちょっとこの曲なんとなく知らないような気がするとも思うし、このニュアンスをちょっと聞いてもらいたいなと思って選曲しました。じゃあ聞いてください、吉田美奈子扉の冬でしたのは、僕から米津くんおすすめの曲、うん、吉田美奈子扉の冬でした。すげえいい曲ですね。いい曲だよね。不思議な節回しの歌ですね。なんかすごいこう不思議な感じがする、うんうん、ね、なんかもっとよく知ってみたいっていう感じがする、うん、なんかあ深みにはまっていきそうな感じの、うん、米津くんさんはこのアルバムがかなりこうなんだろうな、個人的なアルバムって感じで「扉の冬」があって、この後にあの有名でもし会えたらでまたこうわっと広がっていくんだけど、カラフルになっていくんで、このアルバムすごいモノクロな感じで、でバックを、キャラメルママってあの細野さんとかのベースをこれ弾いてたりとか、なんかねすごい好きな、20代前半の頃にも死ぬほど聴き倒してたアルバム。ちょっとじゃあアルバム買ってみますね。ぜひぜひぜひ聴いてほしい。さあこんな感じ、ちょっとで、これは楽しいぞ。これはちょっとずっとやりたいんだけど、残念ながらお別れの時間が来てしまいました。はい、これは、ちょっとメールがね、いっぱい来てて、熊本県、メンタル田舎豆腐。源さん、米津さんのそれぞれ好きな曲を選んで語る時間めちゃくちゃ良かったです。一曲だけではもったいないので、いつか10曲ぐらい選んで話す時間作っていただきます。ぜひまた来ていただきたい。はいはい、ぜひぜひ。うん、やりたいですね。特番で。特番。10時間。すげえストイックな特番です。そう、あ、それでもいいよね。なんかそのストイックなの、今、需要ある気がするよね。埼玉県、ラジオネームみかん。アルバム収録曲全部 MV 見たいです。
うん、私は映像作家を目指していて映像を作っています、うん、お二人の曲を聴いているとこれに合わせた映像を作ってみたいと思うこともすごくあって勝手にコンテを書いてみたりしてます。お二人の曲にはなんとなく映像のイメージや絵が浮かんでくる曲が多い気がします。聴いてて楽しいです。うーん、そうだね、今はね結構手軽というとあれだけどいろんな方法で映像も作れるだろうし、うん、なんかね、そうね、あるいはいつかだからこういうことを、うん、一緒にね何か関わることもあるのかもしれないです ね、うん、ね、そうなんだね、うん、本当にこういう子がなんだろう気がついたら一緒に仕事してるみたいなことって全然あるしね、うんうん、だから本当にね人生って分かんないと思うから、うん、やってみるって大事だよ ね、 ね、やるっていう一遍やってみる精神、一遍やってみるで、なんか、あと、公開してみる。あそうですね。公開するっていうのは、ものすごく大事ですよね。すごい大事だよね、うん。練習ももちろん大事なんだけど、うん、さらしてみて、それで分かることっていっぱいあるよね。うんうん、それでしか分かんないこといっぱいありますよね。うんうんうん、そうだね、うん。いや、本当に素晴らしい。超楽しかったです、うん。来てくれてありがとう。ヨネズくんのフィフスアルバム、ストレイシープ、リリース中でございます。大ヒット。いや、おめでとうございます。で最後にアルバムの中から1曲おかけして、はい、ちょっと今日はお別れしたいと思うんですが、はい、どの曲を一番最後の曲のカナリアっていう曲があって、うん、でこれはまあ新型コロナウイルスによっていろんな機会を喪失して、うん、で、まあ、苦しみにあえてる人たちがいる中で、音楽家としてどういう音楽を残していけばいいのかっていうのを深く考えながら作った曲で、うんうんね、なんか自分にとってこれはあれは良くも悪くもっていうとあれかもしれないけれども、うん、すごく大変だったんですね、作るのに。すごいか、まあポップスとしてピアノを基調に、うんうんうん、ああいうことをやって、でああいう言葉にしてっていうのが、うん、本当に大変で、いまだにあんまこう聞くのが恐ろしいというか、いいものができたなとは思うんだけれども、うん、こうその時のことを思い出して、生々しい、ちょっとこう、うん、引っ張られそうになるような、うん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 、それくらい自分にとって、ものすごく思い入れがあるし、うん、深く、大事な曲なんで、ちょっとかけさせてもらいたいなと思いました、うん、ぜひ。じゃあこの曲をかけてちょっとお別れしたいと思います、はい、今日のゲストは米津玄師くんでした。ありがとう、ありがとうございました。米津玄師くんでカナリア、お送りしたのは米津玄師カナリアでした。星野源のオールナイトニッポン、星野源のオールナイトニッポンをお送りしております。米津くんとの話楽しかったね。いや、なんかそう、なんか ああいうふうにこう音楽の話をじっくりするっていうのもね、そんなにやっぱり機会もないし、あとは二人きりで話すのは初めてなんだけど、こんな心地いいかって言われて、そう、心地よかったっすね。楽しかった。感想、メールたくさん来てます。熊本県ラジオネームのんびり、日本の音楽シーンを引っ張ってるお二人のトーク、すごく貴重で興味深くて、なんだか心地いいほど良いけど、鳥肌立ってるっていうか、夢のようというか、とにかくすごすぎて現実味がない。音楽の話だけじゃなくて、スポッチャ話で盛り上がってるのも最高です。本当にスペシャルな回ですね。米津さんゲストに来てくれてありがとうございます。2時間じゃ足りないですね。もっともっとお二人のトーク聞きたいです。あれと、そうだね、なんかもっと話したいなと改めて思った。楽しかったな。面白いよね。だから曜日によってオールナイトニッポンってこんなに違うんだなって思うよね。その須田くんの時のその米津くんのゲストの感じと、しかもディレクター一緒ですからね。それは野上くん。なんかもう全然やっぱ違うね。星野源の日本だとまた違う面がね、聞いてもらえてんじゃないかなって思いました。
ラジオネーム伯爵夫人、お二人がお二人の楽曲への思いを心ゆくまで語り合うなんて素敵な夜ですね。時間が経つのが早すぎます。ありがとうございます。そうだね、なんかお互いのことを言い合うっていうのもなかなかないから、石川県25歳、夜中のポテチがしみる。いいね。ヨネさんの語り方、言葉選びが素敵で優しくて、もうラジオが終わると思うとあっという間すぎて寂しいです。ぜひ二人で音楽についてストイックに語り合う特番やってください。もしくはスポッチャ特番待ってます。なるほど、スポッチャ特番ね。スポッチャ特番をラジオでとか意味わかんないよね。うわーとか言ってるとなんかやったーとか。札幌市ラジオネーム、落花生のから、私の行ったスポッチャにはスタジオがあってドラムやアップライトピアノがあって。そんなのまであるの？スポッチャすごい、音楽できるじゃん。マジ？ドラムとアップライトピアノあるってことは、じゃあなんかスタジオにちゃんとなってて他の楽器とか持っていけるってことか。リハスタンってこと？リハスタンの？ガゼンいけるじゃん。すごい。ギターの貸し出しとかしてないのかな？してたらもう手ぶらでいけるしね。まー、あ、ちゃん、愛知県。源さんと米津さんのお話、すごく素敵でした。選曲も最高で、じっくり聴いた後のカナリア。すごくグッときて涙が止まりません。素敵な時間をありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。福岡県。ラジオネーム、ボン。本当に本当に楽しい時間でした。お互い少し照れつつも嬉しそうにお互いの曲を褒め、丁寧に説明している感じなど、テレビでの提談を見ていて、もっとお話を聞きたいと思っていたので、すごく充実した嬉しい時間でした。次の放送をありがとうございます。米津さんと10時間ストイック放送しましょう。仕事休みます。あ、なるほど。聞くのにね。ありがとうございます。東京都、ちびらさん。速報です。この間にも野上くんのツイッターのフォロワーがどんどん増えてます。マジで？いいよ、フォローしなくて。なんでフォローすんだよ。大阪、貴重なスピン。ゲンさん、野上くんのことを少し調べると、お笑いサークルのサイトが出てきます。そこに書いてある野上くんの一言がこちらです。後輩のことを野上チルドレンと呼びます。だそうです。キモス、キモス。キモス。本当に読んでいる。10年ぐらいチルドレンです。かわいそうに、後輩も。なるほどね。いやでもなんか話が盛り上がっちゃって、この後ちょっとミウの話とかね、本当はする予定。あと、デュアリパの曲がそのリリースされたのもあって、その話しようと思ったんだけど、でもね、曲書けようと思ったら書けれないです。なんで、メールだけ読みます。山形県まゆん、デュアリパ、クラブフューチャーノスタルジア、DJ ミックス聞きました。何これ超かっこいいが率直な感想で、いわゆる星野源がリリースし歌唱する楽曲ではないリミックスということで、要所要所に源さんが感じられるというのがたまらないなと思いました。原曲のノスタルジックさを壊さずも星野源の色が出ていて大好きになりました。途中にサイレンのような音が入ってますよね。そのあたりの秘密をお聞きしたいですと。これなんですけど、いわゆる DJ ミックスなんです。ザ・ブレスド・マドンナという方がですね、ミックスしていて、全部一つなぎになってる。で、その中で、僕の曲が、クレジットとして、グッド・イン・ベッド、ザック・ウィットレス&ゲン・ホシのリミックスシーズっていうタイトルになってるんですけど、これなんでかっていうと、僕がリミックスしたデュアリパのグッド・イン・ベッドって曲あるんですけど、まあ、いろんな人がいろんな曲を、デュア、の曲をリミックスしてて、それを繋いでて、で、それをミックスしてるんですよね。で、このトラックに関しては、僕の曲とザックのリミックスが混ざってんですよ。で、その割合が結構ね、僕の曲を下地に随分してるんだけど、違うのも入ってきたりとか、あと SE 的なというか、なんか、なんだろう、音ネタみたいなのが入ってんだけど、だからそういうのは俺入れてないんですよ。だから、いわゆる僕がリミックスしたのとは結構違くなってるんだけど、なので、まあ僕がリミックスしたのは、また多分どっかで、まあ出るのかなっていう感じで、それはなんかまだ言えないんだけど、なので、まあ、それも含めてぜひまたじっくり聞いていただきたいし、
このミックス、DJ ミックスもぜひたくさん聴いて踊っていただきたいと思っております。星野源のオールナイトニッポン。星野源のオールナイトニッポン。この番組はキリン氷結、池田灯火工業、宇部興産、昭和産業、三和シャッター、入光興産、日本触媒、日本返し、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、エンディングの時間でございます。この後3時からはクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロをお送りします。さあ、来週も生放送、ゲストはミュー404、脚本家野木さん、演出の塚原さん、プロデューサーの新井さんと、ミュー404最終回後にですね、まあ、打ち上げ的な生放送したいと思います。しかも来週の放送は YouTube でスタジオの様子も動画配信したいと思います。お楽しみに。となんでね、ミューアマリオンの話できなかったけども、ぜひ見てください。今週の最終回、金曜日夜10時から、ミューアマリオン最終回あります。もう本当にリアルタイムでぜひ見れる人は見ていただきたい。で、見れなかった方はなるべく SNS など見ないでですね、情報を完全に遮断して、見ていただけることをお勧めいたします。それぐらい衝撃な回になると思います。きっちりちゃんとね、まあ、映画化とかにこう真相を残すとかしないですから、ちゃんと終わりますから。なんでぜひじちゃちゃっと見てください。もう、ね、盛り上げすぎてね、もうあと、ね、1分もないんです。メール読みます。やりネーム、ナスの天ぷら。米津さんが源さんの曲の感想を語り、歌詞について話しているのを聞き、なんだか泣けてきました。お二人ともすごい思いで作品を作っているんだなと。そうですね、ありがとうございます。嬉しいです。三重県メトロ豆腐。今夜、聴取率週間じゃないですよね。しかも来週は3人来るんですよね。今週来週豪華すぎませんか。お金払った方がいいですかと。お金払ってください。なんで例えば米津くんとか僕の、作品にお金をぜひ落としていただければと思ってます。あとミューね、なんか多分落としの方法がいろいろあると思います。そんな感じで来週もスペシャルでございます。ぜひ来週もお楽しみに。星野源でした。また来週ミューも見てねー。